どうも、漢検1級、準1級、合格芸人のキクリンです。はい、ということでですね、漢検の動画今回もお送りします。まあ、6月19日にですね、私が6年ぶりの漢検準1級試験を受けるということで、漢検準1級のですね、しかも難問対策をお送りしておりますね。過去問だとか、そしてですね、このね、基本となる参考書などの中で、私がね、合格者経験者である私が難しいなと、間違っちゃったなっていうのばかりを集めた、難問をお送りしてますね。ちょっと前には読み問題を3つほど、動画ね、出しましたけど、今回からいよいよ書き取り問題になります。ということで、今回お送りするのは、合格経験者厳選漢検準1級書き取り難問練習でございますと。まあ、書き取りなんでね、ちょっと本当に書きたいって人はね、一時停止しながら、ちょっとテンポよくポンポンいっちゃいますのでね、一時停止しながら書いていただいてもいいですし、まあ、この時期だったらもう仕上がってる、皆さん仕上がってる状態だと思いますのでね、頭に思い浮かべば、まあいいと思いますよ。復習のつもりで、見ていってください。なお、同音異義語もね、含まれてますから、同音異義語で出たような感じも、入っております。まあ、同音異義語って結局はですね、書き取り問題の一文が並んでるみたいなもんですから、それぞれを普通の書き取り問題として対応していけば問題ないと思います。さあ、それでは参りましょう。ちょっとテンポ早いと思いますんでね、早すぎるなと思ったら一時停止していってください。まずはこちら。はい、行がですね。怪我人をどんな風に行がさせるのか。いっちゃいますよ。正解は、行が。はい。仰向けに伏せさせるということで、行がですね。続いてこちら。はい。編纂ですね。歴史書編纂なんて言いますけどね。うん。まあ、算が難しいですよね。いきますよ。頭の中にね、ちょっと思い浮かべてみてください。画数が多いんでね。いきますよ。正解は、編纂ですね。はい。算奪っていう言葉の算とは違うからね。この算と、ごっちゃにならないようにね。編纂の3は下が糸です。続いてこちら。はい。詫びるですね。謝るっていう詫びるですね。はい。これもね、右側ちょっと気をつけてね。いきますよ。正解は、詫び状。詫び。うん。これね、欺くっていう感じがあって、これとちょっとね、ごっちゃになりやすかったりするのかなと思いまして、詫びるの右側、たくですね。続いてはこちら。位牌。これは同音異義語と、他にありますよね。同音異義語他にありますけど、この場合のね、まあ、仏壇って書いてありますしね。いきますよ。はい、この灰の方をちゃんと頭に思い浮かべてね、頭に思い浮かべるときも頭の中で書くようにしてね。はい、いきますよ。正解は、い、はい。はい、この灰の字ね、うん、ちょっと難しめなんで覚えておきましょう。この背くっていう意味の同音異義語のい、はいもね、ちゃんと頭に入れておきましょう。続いてはこちら。はい、ねほりはほりですね。難しい詮索っていうのもあるんですけど、これはまあ1級ではね、そっち書いた方がいいかもしれないっていうか、そっちも覚えなきゃと思いますが、簡単な方でいいです。いきますよ。正解は、詮索と。はい、この難しい方もまあ1級経験者だとこっちの方がね、書きやすかったりしますけどね。まあ、こうどっちにせよこの詮索ね、結構難しいんで問われがちな気がしますね。続いてはこちら。はい、この万円もね、結構書かされるイメージありますよね。多分間違う率が高いんです。そして私もね、ケアレスミスでこれ間違いがちですね。万円。はい。ちょっとちゃんと頭に思い浮かべてみてください。細かいところまで。いきますよ。難しい方の万円はね、あんま気にしなくていいです。いきますよ。正解は、万円。はい。これ、万円ルと書いて、はびこるとしてもね、はびこるでもね、結構問われることありますからね、気をつけてくださいね。これあんまり見ない方の万円はね、あ、無視していいと思いますよ。うん。続いてこちら。はい。とぼけて。これも意外と出てこなかったりするんだよね。はい。まあ2パターンありますけどね。まあ準1級だったらこっちを書くのかな、普通は。いきますよ。正解は、とぼけて。はい。これはね、甲骨、どっちでも、ね、いいんだよね。甲骨、どっちもとぼけると読むわけですね。続いてこちら。はい、これはですね、土のうの脳がまあ難しいということでね、書かされる、こんな漢字を書かされるんだからね、準1級大変ですよね。はい、頭の中でちゃんと思い浮かべてみてください。いきますよ。正解は、土のう、まあ、袋ってことですね。はい、この脳はね、1級とかでもね、結構出てきたりします。気をつけましょう。
続いてはこちら、あっけ意外と出てこないというかイメージしづらいかなと思って書いてみました。これね、出してみました。はい、いきますよ。正解はあっけ。はい、アホのほう、アホですね、のボケーっとするとですね、ボケーっとした毛に取られる。続いてはこちら、はい、異色。この辺もですね、同音異義語とかでもありますよね、異色はね。この文章だとしたらってことですね。いきますよ。正解は異色。難しいですね。心臓移植とかの移植じゃないですか、これね。この移植はですね、意味的には仕事や役割を外部の人に任せるってことですね。はい。アウトソーシングってことですかね。はい。鶴の画商。鶴をですね、いい呼び方したってことですね。はい。正解は、仙鶴。はい、これが鶴を意味するんですね。まあ、仙人のことなんですね。仙人みたいな鳥ということで、転じて鶴のことですね。続いてはこちら、はい、牙城。これもね、同音異義語はね、あったりするとは思いますけれども、はい、いきますよ。正解は牙城ですね。はい、画集のことですね。絵を集めたやつね。この牙城とかもね、あるから気をつけてね。続いてはこちら、はい、これも結構書かされるイメージがありますね。円なんてね、一級でも割と書かされるようなイメージありますけどね。はい、いきますよ。正解は剣円ですね。はい、これ剣も円もちょっと難しめなんで覚えておきましょう。続いてはこちら、はい、卓。この卓もですね、同音異義語として出そうですけど、この卓がね、難しめだし、単体としても聞かれるとしたらこれが多いかなと思いますね。まあ、2パターンありますが、私は簡単の方を書きます。いきますよ。正解は炊いていると。はい、このね、まあ、火変っていうの、そっちの方を覚えればいいと思いますよ。続いてはこちら、はい、水時計にロウコを使う。まずこのロウコって言葉難しいですけどね、なんか中国のやつみたいらしいですけどね。はい、水時計に使えるような、これはもう物自体を覚えちゃいましょう。いきますよ。正解はロウコ。はい、水が漏れてくる壺みたいなやつがあってですね、だんだんになってんのかな、その水がと、溜まる、垂れて溜まるので時間を計るってことですね。続いてはこちら、はい、一面水つきになったという状態ですから、水つきというのはどういう状態、一面ですからね。いきましょう。正解は水つき。つまり水浸しということですね。このつくというのもね、いろんなつくがございますからご注意ください。続いてはこちら、はい、陥木。上等な陥木の道具。この陥をね、関係は欠かせたがるという印象が非常にございます。はい、陥木とは何なのか、これはもうですね、ちょっと画数がね、どっちも多いんでね、特にこの缶の方ですね、間違いがちなんで、ちゃんと頭に思い浮かべてください。細かいところまでね。おそらくこの缶が間違いやすいから何回も出されるんですよね。はい、いきますよ。正解は缶木と。缶は筆です。僕は墨ですね。缶木、筆と墨ってことでね。缶ね、これ三髄をつけたくなっちゃったりとかね、あの右側のね、この羽みたいなやつのところの上に横棒を引きたくなっちゃったりとかするんだよね。この缶ね、筆という意味での缶、これですよ。はい、三髄いらないですよね。続いてはこちら、はい、背景期間排除いたしましたと。まあ意味合い考えていただいて、まあこれはですね、同音異義語の1個の期間だったんですけど、こっち難しいなと思って、これだけ出しました。はい、これもちゃんと頭に思い浮かべてください。いきますよ。正解は期間。またこの缶出てきた。はい、これ筆ですね。あなたが書いてくださった筆のってことは、あなたが書いてくださった手紙ということですね。お手本という意味の期間ね。期間ね。お手本という意味の期間。これも大事ですからね。覚えておきましょう。続きましてこちら。はい、防寒用に該当。このね、等をやっぱり書かせたがる感じがね、しますよね。いきますよ。正解は該
刀、はい、ね、九刀牧師の刀ですけどね、まあこの羽織るやつですよね、うん、この刀は非常に、欠かせられがちなんで覚えておきましょう。続いてはこちら、はい、桔梗は秋の七草の一つ。この桔梗は読み問題としても、ね、出たりしますがね、まあ、書けるようにしておきましょう。はい、これはですね、特にね、順番も気をつけて。正解は桔梗。はい、桔梗、これね、前後逆になっちゃったりね、桔と梗がね、逆になったりする可能性もね、私がそれやったことあるんですけど、はい、気をつけましょう、桔梗。続きましてこちら、はい、弾劾する演説と。はい、頭に思い浮かんだでしょうか。いきますよ、正解は弾劾と。うん、結構難しいかな。で、害の方がちょっと難しい気はします。弾劾裁判の弾劾でしょうね。続いてこちら、はい、訴訟の内容に注意すると、まあ、よく聞く言葉ですけどね、漢字にすると意外と出てこない感じがありますよね。正解はそうですね。うん、はい、荒いの方でも疎いの方でも、まあ良くないような振る舞い、良くない態度ってことですね。続いてはこちら、はい、同音異語になりました。気力を粗相している。はい、まあ、大体意味合いはね、分かると思いますけれども、いざ漢字に起こしてみるとちょっと難しいかなと。いきますよ、正解はそう。はい、失うっていうのはなんとなく出てくるけど、このね、そうの方がね、まあ、2パターンありますけどね。まあ私は小里編の方書きますけど、まあどっちにしても阻むとか防ぐとか、そういう意味ですね。続いてはこちら、はい、酒に乱れてどんな姿を見せるのかということですね。地帯、いきますよ、特に地の方をちゃんと考えてくださいね。いきますよ、正解は地帯。はい、この地なんですね。私は恥ずかしいの地なのかなと思って調べたら、恥ずかしい態度の地帯っていう言葉は正式にはあんまなさそうで、やっぱりこっちのね、このランチキ騒ぎの地の方をね、書くべきみたいですね。地帯。続きましてこちら、はい、石膏。まあ同音異義語としてもね、問われがちですが、この石膏がね、やっぱり間違えやすいから出るんでしょうね。結構書かせられますこれね。はい、注意しながら、これもね、もう頭の中でちゃんと思い浮かべるか、手元のノートにちゃんと書いてください。いきますよ、正解は石膏。はい、この斜めの線入れるとかね、甲の方にちゃんと真ん中にね、線入れるとか、まあどっちもあると、ありと覚えましょうね。続きましてこちら、はい、過食。うん、この辺はだから同音異義語の難しいやつかな。はい、よく出る過食の方はね、書けると思いますけど、この過食はね、ちょっとね、意味を考えながら、どんな際なんでしょうね、過食の際。いきますよ、正解は過食ですね。お金を増やすということですね。うん、過食の点とかの過食もね、よく出ますからね。続きましてこちら、はい、夢がついえるというのはどういうついえるだと。うん、意外と難しい気がしますね。いきますよ、正解はついえた。はい、ついえ去ったか。うん、はい、この感じね。壊滅するの解ですかね。続いてはこちら、はい、同音異義語きました。長年の蓄えがついえたと。なんかさっきのついえたでもね、意味的に通りそうな感じするけどね。まあ蓄えがの蓄えがってきてますからね、こっちでしょう。いきますよ、正解はついえた。はい、費用の費ですね。はい、続いてはこちら、はい、その仕事に命をかけると。まあかけるもね、本当に同音異義語がめちゃくちゃあると思いますが、命をかける、どれでしょう。いきますよ、正解は命をかける。はい、これなんですね。一見ね、命をかける、こうギャンブルのかけるを書きたくなっちゃうんですけど、まあやっぱ命をかける、一生懸命ですよね。うん、命をときたらこのかける、懸命です。続いてはこちら、奇遇するというのはどういう状態なのかということですね。まあね、同音異義語ね、奇遇ありますよね、それじゃないと。うん、いきますよ、正解は奇遇する。うん、一時的に済むみたいな意味ですね。続いてはこちら、はい、前進主義。
これも欠かせられがちな気がしますね。はい。まあ、そもそもこれを前進と読むというのも読み問題として出がちなんですけれども、どうでしょうか。いきますよ。正解は、前進ですね。はい。これがね、残とね、読みたくなっちゃうとおなじみの前ですね。ようやくっていうふうに言いますけども、まあ、ゆっくりですね。少しずつ進むということですね。続いてはこちら。はい。俸禄を与えると。うん。まあそうですね。どっちもそこそこ難しい気がしますね。いきますよ。正解は、俸禄と。はい。俸はですね、この、人弁のやつは年俸の俸ですかね。私はこの人弁の方で書きますね。こっちの方で覚えております。続いてはこちら。はい。阿弥陀にかぶるということですね。阿弥陀にかぶる。どういう状態なんだと。阿弥陀と、しっかり頭に思い浮かんだのを確認してから行きましょう。正解は、阿弥陀と。はい。この辺、左側がごっちゃになっちゃう感じがあるんでね。阿弥陀を、この左側部分をちゃんと覚えておきましょうね。ちなみに、帽子を阿弥陀に被るっていうのはですね、こう、前を上げて後ろに被る、麦わら帽子だったら、この円形みたいな状態を五行が指すような状態で被るってことですね。阿弥陀如来像みたいな感じで、こう、被るということですね。続いてはこちら。はい。おっく。よく聞く言葉ですが、書くとってことですね。そしてこれも書かせられがちでございます。おっく。いきますよ。正解は、おっく。この奥が人弁なんだよね。臆病の奥をね、つい書いてしまいたくなるところなんですが、奥は人弁ですね。そもそも奥っていうのはね、仏教語みたいな、サンスクリット語、まあ、どっちも奥も空もこう時間を、長い時間を表すって意味ですから、そういう意味で言うと、奥っていうのが数字的なね、数的なもんだということで覚えられるかなと思います。長い時間と。続いてはこちら。はい。眼周の色を隠し得ない。どんな色なんでしょうかね。まあ、気持ち的なね、実際の色というよりは気持ち的な話です、これは。ね、いきますよ。正解は、眼周。はい。恥を含むということですね。恥ずかしいってことですね。続いてはこちら。はい。ね、もう後半、ラスト何個かですよ。円錐体。円錐ね。円錐。まず、円錐ってものも知ってなきゃいけないからね。あんまヒント与えないようにしましょうか。はい。行きましょう。円錐。正解は、円錐ですね。はい。円があって、それがこうね。これ、つまり、霧ですね。霧状尖ってるってことだと思いますよ。下が円で、霧状に尖ってると。円錐。続いてはこちら。はい。漏洩。よく出るわ。漏洩はね、もうすごく欠かされるイメージありますね。いきますよ。正解は、漏洩と。はい、よく書かされます。私はこの A の方をさんずい忘れちゃったりするんだけど、漏洩の A は、こっちの方だよね。で、栄光する、船を栄光するの方はさんずいないんだよ。これがね、ややこしいんだね。どっちも覚えましょう。さあ、ラスト3つになります。続いてこちら。はい。旺盛な食欲。この王の方がね、ちょっとね、漢字の字面的にあんまりね、この意味合いがちょっとね、つかみにくいというか。いきますよ。正解は、王政と。はい、この王っていう字ね、これね、王様っていうのついてますけど、王様と妃ってことで、まあ確かに意味合い的に盛んってことですね、これね。王も政も盛んという意味です。続いてはこちら。はい。マグロの体は防水系。さあ、マグロの体は一体どういう形なんでしょうか。防水系と。どんな形でしょう。いきますよ。気をつけてくださいね。正解は、防水と。うん。これはですね、糸を紡ぐやつですかね。こう防水型っていうのはね、まあ、いわゆるマグロの体みたいなやつですね。こう、なんていうの、米粒の上下が尖ったようなやつで。まあ、これ気をつけるべきはですね、先ほど出ました、円錐の錐とは違うということですね。はい。円錐の錐を書かないように気をつけてほしいってことですかね、言いたいことは。さあ、本日ラスト40問目になります。最後はこちら。一男二女を儲けた。はい。儲けるでございますね。どうでしょうか。いきますよ。正解は、
儲けた。はい、金儲けの儲けをここで書いていいのかとちょっと躊躇しちゃうところだと思ったので、これはね難問という扱いにさせてもらいました。まあ、この儲けるっていうのは別に金儲けだけに限らずですからね、広い意味でこう作り出すみたいなね意味があります。はい、ということで今日はね40問お送りしましたがね、これ実はですねまだまだいっぱいあるんですね。はい、80問用意しました私。その前半だったんです今回の40問はね。まあ書き問題結構難しいのね、まあ同音異義語も含んでますからね、なかなか難しいのね、後半40問も用意してございますので、ぜひこうチャンネル登録してですね次回出すと思いますので、漢検準1級目指す方、そして1級の方にもね、実は1級にも準1級の漢字出てますからね、役立つと思いますよ。登録していってください。本当にボタン簡単に押すだけでね簡単に登録できますからね、ぜひ押してってください。なぜなら押していただくと私が喜びます。よろしくお願いします。以上、自分で編集してて文字入れてくんだけどたまーに間違うことがあるんでね、間違ってるの気づいた方はぜひご指摘ください。キクリンでした。